ちは。こんにちは。お、今日も。はい。こんにちは。はい、こんにちは。あ、怒るだ。はい。今日は何？今日はそうですね。ペナントレース。ペナントレースの行方。はい、そうですね。セパともに。はい。じゃあパリーグから行こうかな。そうですね。うん、まあソフトバンクと西武が。はい。まあ、争ってるけど、はい、やっぱソフトバンクやな、うん、これなんでかっていうとさ、はい、やっぱピッチャーが違いすぎるわ。うん、バッターは西武の方が優秀な人間が多いというか、はい、迫力があるよね。まあ、ソフトバンクがないっていうわけじゃないけど、はいはい、やっぱ点の取り方もうまいしさ、であの投手陣でしょ、はい、リリーフ陣の軒並みさ150キロ以上投げるもんな。右も左も折って、はい、遠足も折って、ちょっとやっぱりこの差でかいかなと思うよね。あ、まあ、成分悪くはないけど、ピッチャー陣がこれから頑張れるのか頑張れないのかだよ。今日27か、はい、防御率が27の時点で 4.57 で5点6点取らなきゃ勝てない。最近見てると7点8点取られるもんな。そうですね、確かに平均で。だからこれはやっぱ苦しいわ。だけどバッターはやっぱ首位打者おる、はい、打点を争ってるやつが2人おる、はい、盗塁をおる、最多安打おるみたいな。最多安打は秋山だでいいと思うんだけど、はい、いや、やっぱり優秀だよね。だからピッチャーがちょっと良ければ本当面白い競り合いになるんだけど、ちょっと苦しいな、やっぱ西武は。でも例えば浅村、はい、菊池雄星、住谷抜けてよく頑張ってるよ。うん、マジで。確かに。だって大黒柱2本ぐらいなくなってんだから、はいはい、それで家建ってんだよ。それはもうピッチャーもガタガタになるわな。まあそうですね。まあそういう意味ではまあよく頑張ってるけどソフトバンクかな。で3位だよ、問題は楽天から以下、うん、最下位まで、はい、1ゲームの中にひしめき合ってるでしょ、うん、1ゲームとか 1.5 とか、はいはい、これどこが来るかだよ。まあ、ソフトバンクが優勝するとしたら、はい、ロッテには来てほしくないはずなんだよな。え、なんでなんですか？ものすごい苦手意識がある。あ、対戦成績とかも。そういうことね。はいはいはい。もう、なんていうの、千賀が投げても平気で打ち返していくからね。へー、ロッテの打線って。まあ、下克上があるかもわかんないよね。3位から日本シリーズに出るという。まあ、日本ハムもいいし、楽天はピッチャーがいいしな。はいはい。ただあそこは突然打てなくなる時があるから、このままの状態で最後まで打ち続けてくれればさ、チャンスは出てくるけど、なんかいろんな手をこまねいて点が取れていくのはロッテかなという、あ、つながりを考えたらね、はいはい、なんかそんな感じもするし。で日本ハムはやっぱピッチャーが薄いな、苦しい。やっぱね、有原はおるけど、はい、有原はやっぱ素晴らしいんだよ。完投能力もあるし、はいはい、他あるかっていったらないもんね。あ、だいたい5回で変えて、はい、6回から継投、はい、まあ、そうなってくると6、7、8、9こう4人いるわけだよ最低でも、はいはい、そしたら誰か悪かったらゲーム失うことになるし、だから、まあ、ちょっと苦しいかなと思いつつ、はい、でも経験値が一番高いのは日本ハム、やっぱ勝ってきてるということ、はい、まあ、優勝経験したやつも何人もいるし、まあ、A クラス常連のチームだったし、はい、だからクライマックスも結構戦ってるし、だからそういう競り合いに強いっていうところはあるよね、うん、だからロッテがない、そういう経験値が、まあ、楽天もそんなにないよね。で問題はオリックスだ。オリックス山本が間に合えば、はい、山本の防御率って1点台だから、ね、確かにやばかったですね、まあ、で山岡は受賞したし、はいはい、だあそこピッチャーいいんだよ。だちょっと打てば、はい、パパーンといく可能性もある。逆にだって防御力 1.1 やのに、うん、そんだけ負けとってやばいですよね。だいや、打線が全然援護してくれてないっていうことだ。そういうことですよね、うん、いやだからなんていうのかな、まあ、ミスも出るしな、だから、まあ、チーム状況とすれば苦しいけど、はいはい、でもその中で吉田正尚が首位打者争いして、まあ、本気モードでやってるし、はい、チームも引っ張ってるしね。だから悪くはないけど、まあ、1位ソフトバンク、はい、2位西武、はい、3位ロッテぐらいから来たら、ロッテぐらいが来たら面白いけどな。あ、なるほどね。まあ、日本ハムも来てほしいけど OB と、はい、すればね、
楽天が4位。僕そのまま楽天が行くと思いますけどね。いや可能性は一番ある。まあまあそうですね、うん、現段階で。なんでかっていうとさ、則本、はいはい、の復活がでかいっていうこと、岸が怪我から帰ってきてるっていうこと、はいはい、他にいろんないいピッチャーがいるということだよね、はい、で松井和も言ってたじゃん、楽天はピッチャーいますよ言ってましたね。やっぱ野球ってピッチャーのスポーツだぞ、はい、だいたい勝負の7割ぐらいがピッチャーの出来で決まるから。まあそうですね、だ点取らせへんかったら言うたら勝ちじゃないですか。そうそうそう、もう負けはないことなんで。そう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 、だからまあそれを考えると、はい、まあ抑えも松井裕樹ってしっかりしてるのが分かるしな、はい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 、だからまあチャンスはチャンスだけどね、はい、ただやっぱり経験値ということだよね。あとブラッシュっていう外国人が気分で出たり出なかったりする時あるから、はい、だからそれが最後競り合いの時になければね、楽天っていう可能性もあるけど、ただやっぱキャッチャーの経験値が薄い。だからまあ島っておるけど、はい、あの島はあんまり使ってないしね。だから大事なところでじゃあ使えるかっていったら、盗塁仕掛けられた時に、はい、まあ、させなかったら苦しかったりとかするよね。それリードはさいいにしても、やっぱそういうなんていうの、こう隙をついてこられるとどんどんピンチ広がっていくしな、うん、だからまあそういうこと、そういうリスクは避けたいだろうし、はい、だからキャッチャーの経験値という意味ではちょっと低いかなという感じするよね、はい、やっぱりね、優勝するところって、はい、まあ、経験をしたいいキャッチャーがいるんだよね、歴代、はいはいはい、例えば甲斐であったりだとか、甲斐も今年いい経験してるし、はい、まあ、森もいい経験してきてるよね、はい、まあ、ピッチャーがなそれに応えられないっていうところがあっても、うん、まあ、経験値が高い、まあ楽天が薄い、まあロッテが田村っていう、まあまあキャッチャーを揃えてる、はい、持ってる。で日本ハムはこういろいろ回してるけどね、ピッチャーによって。だからまあそういうことがどういうふうに絡んでくるか、まあ非常に面白いと思うけど、はい、まあ、ロッテが来たら面白いね。あ、ロッテが来そうだけどね。ドラミちゃんも言ってたじゃん。うん、言ってましたね、確かに。ロッテの年になるとか言って、はい、でも言うてだいぶ外れてましたけど、ね、いやでもまだ分からんからまあまあまあ、まだ最後の、まあ、最後の本当に最後まで分からないから、はいはい、だからでもロッテが来そうな気がするんだよね俺。へえ、やっぱあそこはねしぶといバッターが多い。鈴木大地だとか角中とか、はい、清田、荻野、はい、だからここら辺は大きいのはなくても、はい、なんかするだろうなって、うん、簡単にはおらんだろうなっていうバッターを揃えてる。なるほど、うん、だから面白いと思う。だからクライマックス行ったら、はい、やっぱソフトバンクは嫌だと思うよ、上がってこられると。なるほどね、だからそこをそういうところを見たいよね、まあ、確かに、うん、他はね結構負けてるから、はい、ソフトバンクには。だからまあロッテがね来てくれると面白い。まあでもゾゾマリンが使えないからなゾゾマリンで、はい、本当ソフトバンクは勝てないというね。あ、やっぱ風とか気象条件にもよる。相性が悪いんですね。まあ相性もあるよな、はいはい、あとあれだけ負けるとやっぱこの前も3連敗食らったし、あ、メンタル的にねもうなんか苦手意識が、もう嫌なんじゃない、嫌っていうな、ね、はいはい、そういうところがもう湧いてると思うよ。確かに、だからそういう意味ではプロ野球全体を考えるとロッテに頑張ってほしいなっていう、はい、ことは思いますね。そうなったら里崎さんもね喜ぶかもしれないですね。里崎言ってたからな、あ、いや、屋上あるかも分かりませんねテレビで言ってたら、はい、隣にいた江本さんが、はい、ロッテはないって、まあ、指定関係なんだよ、四国の。 あ、そうなんですか、うん、はいはい、まあ、四国の指定関係ってそれだけなんだけど、はい、それだけ師匠とか言うんで、はい、おお前弟子やからなみたいな言われて、でそれまで弟子がこう、はい、あ、こうですよって言ってたら、はい、いやもう弟子の言う通りってで話がまとまってたんだけど、最後の最後に「いや何て言ってるんですか、ロッテが3位になったら、ロッテが3位になって、はい、下克上で日本一取ってるからね里崎が、あ、すごいですね、今年もありますよ」とか言ってたら、はい、最後の最後に江本さんが「はい、ロッテはない」って言われてました